動画をご覧の皆さん、こんにちは。コウのホビーチャンネルへようこそ。今回は恒例となりました2025年11月に回したいガチャガチャの最新情報とおすすめ情報をまとめてみましたので、早速見ていきましょう。バンダイさんから発売されるガシャポンのスケジュールに関しては別動画で上げますので、そちらの方もぜひご覧になってみてください。それでは早速見ていきましょう。まず最初に紹介するのは世界動物誌の北極圏編ですね。こちらは海洋堂さんのフィギュアになっていて、写真を見てわかる通りすごくクオリティが高いのがわかりますよね。海洋堂さんといえばジュラシックパークの映画のね、CG を作る際の参考にされたとも言われているフィギュアを作っていますからね。やはり造形が素晴らしいですね。特に気になるのはホッキョクグマとトナカイですね。これはすごいできそうで気になりますね。しかもこのクオリティで400円っていうのはすごく安く感じると思います。続いてはこちらブレンディスティックミニチュアチャーム2ですね。これはなかなかにしてよくできてますよね。パッケージだけではなくて中のスティックまで再現されているのがお気に入りのポイントですね。キャンプとかでも手軽に飲めるので常にね常備しているんですが、これは再現度も写真を見る限りすごく高そうですし、この秋に出る新商品もいち早く発売されるっていうのは嬉しいですよね。そしてこちらはサンリオキャラクターズドアプレート風チャームですね。これイラストの感じもかなりレトロな感じですごく可愛いなって思ったのと、昔確かにドアの前に勉強中とかね、開けないでとかそういうプレートつけてた人いましたよね。そんなレトロな雰囲気をね醸し出しているこちらのドアプレートがミニチュアになって登場ということで、これはちょっと気になりましたね。そして以前ハッピーを紹介しましたが、今回はミニチュアの反転、ハッピーの方も欲しかったんですが、コウの行ってる地区ではちょっと見かけることがなかったので、この斑点があればいいなと思ってまた取り上げてみました。和柄な感じもいいですし、何より12分の1のフィギュアに実際に着させることができるのも楽しいですよね。そしてケンエレさんからはノスタルジックシリーズの遠足の思い出、最近一時期よりもレトロな商品が減ってきてしまったような気がするんですが、久しぶりにこれはレトロでいい感じですよね。まさにこれも80年代の遠足っていうような形になっていて、この形のリュックとかも懐かしいですよね。そして左側に見える水筒、これもまた懐かしい。コウが小学生の頃はだいたいゲーターレードとかポカリスエットといったプラスチックの容器にストローがついたものを使っていましたが、うちの姉なんかはこんな感じの水筒を使っていましたね。そしておやつにバナナ、ハートチップルによっちゃんイカっていうのもなかなか懐かしいですね。そして同じくケンエレさんからメーカーアクリルチャームですね。ケンエレさんといえばやっぱり立体物が多いと思うんですけれども、かなり精密に作られた立体物のフィギュアのチャームをぶら下げると結構黒ずんでしまったり色が変わってしまったりということもあるんですが、これはアクリルチャームなので気軽にぶら下げて持ち歩けるのも嬉しいですよね。コウは以前ねアウトドアのアクリルチャームケンエレさんのを回しましたが、未だに剥がれもないですし傷も大してついてないので結構リアルに使えていいですね。そして同じくケンエレさんから吉野家グッズコレクションということで、今回は割とリアルに使えるもの、日常で使えるものなんかがラインナップされていますね。小銭入れとエコバッグを持って吉野家さんで持ち帰りのね牛丼弁当を買って入れて帰りたいところですよね。お金はもちろんこの小銭入れに入れてね支払いしてみるのもいいかもしれませんね。ただ今キャッシュレス決済がね多くなってるのでなかなか小銭入れって使わないんですけどね、エコバッグはこれ欲しいなって思いました。そしてこちらはペンギン大好きなコウはね、Z
ぜひ回したいと思った疲れ切ったペンギンマスコットフィギュアですね。これはなかなか可愛くていいですよね。特にうつむいてるのとかがんでるのが欲しくて、めちゃくちゃ造形も可愛いっぽいので、これは並べて飾りたいと思います。そしてこちらがすりおろしマスコットフィギュアですね。なんかイメージ的にこういう画像を見るとエールさんかなって思ったんですが、こちらはクオリアさんの商品なんですね。イルカとアザラシがめっちゃ可愛くて、これはちょっと一回回してみたいなと思いました。普段だと汚しとかサビが入ったフィギュアなんかもね、好きな子なんですが、泥がついた大根はいらないかなって感じで、それ以外を狙って回してみたいと思います。続いては通勤猫マスコットボールチェーン2ということで、これ1の方もね、以前発売予定動画で紹介はしてるんですが、なんかねちょっと気になってたんですけれど、回す機会がなかったというか、多分出会ってないんですよね。で、改めてこの2を見たらめちゃくちゃ可愛くて欲しくなってしまいました。つり革の造形からうまくキーチェーンにつながってるっていうのはなかなかにしていいですよね。実際にぶら下げて飾る時もこんな感じになるんだなってイメージつきやすいですし、何より見た目が可愛いので、これはぜひ回したいですね。続いては味仙ラーメンミニチュアマスコットということで、今までもねラーメンのガチャガチャって結構出てきたんですが、なかなかゲットする機会がなかったんですよね。見た目的にあれこれじゃないなっていうのもあったり、欲しかったんだけど回せなかったりっていうのもあって、今回もねかなり見た感じはリアルに見えますから、これはちょっと欲しいなって思いました。ラーメンとかのフィギュアって結構難しいんですよね。麺の感じやスープの感じがいかにもガチャガチャっぽいなっていうのもある中、写真で見る限りかなりリアルに見えたので気になりました。そして続いてはミニガソリンスタンドマスコット6ですね。こちらはこうも動画のねレビューの中で2回ほど回していますが、この三つ口のタイプが未だに出ないんですよね。できればこれだけ欲しいぐらいなんですけれども、ただ今回1回400円ということで、前300円とかじゃなかったかな、200円だったかな、もうちょっと安かったイメージがあったんですが、今回は1回400円ですね。慎重に回さないといけませんね。ただこちらの商品64分の1のミニカーとサイズがねすごくよく合うので、1回はね最低でも回してみたいと思います。続いても前から気になっているシステムキッチンマスコット3ですね。これもねちょっとちっちゃめのキッチン気になってるんですけれども、これフルコンプはまず無理でしょうし、コンロかシンクが出てくれればせめてそれっぽく飾れるかなと思うんですけれども、なかなか敷居が高いですよね。そしてこちらも1回400円なんですけれども、前は確か300円じゃなかったかな、記憶が正しければ。やっぱりガチャガチャ値上げ結構してますよね。上がるたんびに100円ずつ上がっていくから、これは結構きついですね。そして続いてはミニコンビニマスコット4ですね。これももう第4弾なんですね。以前もこうもねレビュー動画の方で紹介しておりますけれども、こうはねこの欲しかったコーヒーマシンを当てることができたんですよね。で、出来が良かったので、これもコンビニみたいに並べてねジオラマ風に飾りたいなと思ったんですが、それ以外がなかなか出なかったんですよね。で、タバコのこのケースも欲しいなと思ってたんですけど、確か今まで出てないですよね。今回初めてのラインナップかな。揚げ物のショーケースとコーヒーマシンは今までもあった気がするんですが、タバコは初めてな気がしますね。記憶違いだったらすいません。ただこのタバコのケースがあることによって一気にコンビニ感が増すので、これは狙っていきたいですね。そして続いては産地直送ダンボール野菜マスコット2ですね。以前はおそらくこの野菜が入ってないタイプも回してると思うんですけれども、ガチャガチャのダンボールってかなりリアルに作られていてしっかりしているんですよね。野菜自体はちょっとね
いかにもガチャガチャっていう出来っぽく見えますが、それ以外の段ボールはどれを見ても印刷から形状からすごくよくできているので、段ボール狙いで回してみたいと思いました。そしてお次はスズキのワゴン R、 しかもこれ初期型ですよね。すごく懐かしいデザインですよね。令和のこの時期にこのタイプのワゴン R がフィギュアになって発売されるっていうのはすごく嬉しいですね。こうもこの後に出たワゴン R は乗っていたことがあったんですが、すごくこのハイトなねワゴンタイプが出たっていうのは軽自動車の革命的でしたよね。昔の軽自動車といえばアルトやミラのようにちっちゃくてねお値段が安い車でしたが、この車になってからは軽自動車なのに広いっていうね、まさに今ねこの令和の時代にも引き継がれているハイトワゴンの走りでしたね。これが最後になるかもしれないのでこの機会に回したいと思います。そしてイニシャル D からメタルキーホルダー第3弾ですね。この間ね再販されたのはコウモを回して動画の方を撮ってありますが、前回はねエンブレムの方と車とね分かれていたんですが、今回は車だけなのは嬉しいですね。全てメタルでできていて作りもかなり良かったのでこれは欲しいなって思いますね。ただ主人公たちの車ではなくてどちらかというと敵側の車ばっかりなので、これはちょっと主人公たちの車だけでまた特集やってほしいなと思いました。そして続いてはミニチュア折りたたみスツールですね。皆さんのご家庭にも1個ぐらいこれあるんじゃないですかね。こうは家に1個あってさらに車にも1個積んでますね。大きさはちっちゃいですけど今100均とかでも売ってるんですよね。ちょっとびっくりしましたが、今回のこちらのミニチュアも実際に折りたたむことができてすごく作りがいいんですよね。これは可愛くて気になりました。そしてこちらも以前回したただいま入浴中湯煙桃源郷ですね。前回はトイプードルとカピバラが当たったんですけれども、今回はこのやっぱりクマを狙ってみたいなと思ってまた回してみたいと思いました。サイズ感も結構あって作りがめちゃくちゃいいんですよね。これはね本当に自信を持っておすすめできる一品なので、見かけたらぜひ回してみてください。続いてはもうガチャガチャの定番ですね、釣り日和の5ですね。ぽっちゃり猫たちの暇つぶしということで、毎回ねどれが出ても外れはないのでもう全部いいクオリティなんですが、今回は寝そべってるのとか、あと左上のねちょっとこう覗き込んで釣れないにゃーみたいな感じのが可愛くて、この辺狙いで回してみたいと思いました。毎度ねクオリティは高いのでこれは安心して回せるガチャガチャですね。はい、というわけで今回は2024年11月に回したいおすすめガチャとあと追加情報ですね加えて紹介しましたが、いかがだったでしょうか。バンダイさんのねガシャポンにつきましては冒頭でも説明した通り、別のね動画の方でガシャポンだけを取り扱って紹介したいと思いますので、そちらの方もぜひ楽しみになさってください。今回の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価の方とチャンネル登録がお済みでない方はぜひぜひこの機会にチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この先のね発売予定動画につきましては概要欄の方に再生リストの方を貼っておきますので、他の月のね発売予定はそちらからぜひ参考になさってください。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。まったねー。